独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構ネド理事長古川和夫でございます。古川さん、よろしくお願いします。世界トップレベルのものだというふうに、自信を持って言える話ではないかと。次のポイントはいかに実用化、世界で一番早く実用化していくということを我々はどうしていくかということだと思っております。